こんにちは、ギャンブラーヒカルです。今回、プリフロ3ベッドトレーニングの、あなたがカットオフに座っています。ハイジャックからレイズがあった時のまとめ編です。まあ、これ、ざっくり見ると、やっぱしブラフレンジが多いわけではないか。まあ、あります。で、意外とコールで参加するものも多かったりします。じゃあね、実際に50問挑戦していきましょう。考える時間は1秒から2秒です。では、レッツスタート。A9 はかなり微妙やな。よかった。これはコールよな。弱点な。これはないやろ。クイーンジャック、これはコール。これはブラフによるレイズ。AJ か、AJ あかんやろ。もうほとんど、ここがスーテッドでなければ参加できるハンドってないよな。エースキングとエースクイーンぐらいか。レースでもよかったかな、76は。キングクイーンでもダメなんよな、マークが揃ってないと。かなり参加できるハンドは絞られてきています。ポケットペアだと88までが参加できるのかな。それでもまあほぼコールで。レイズはクイーン、クイーンのポケットペアか。ジャックスだと、まあまあ、レイズでもよくて、コールでもいいかな。さあ、50問終了しました。皆さん何問正解することができたでしょうか？ぜひコメント欄より教えてください。まあ、こんな感じです。今回は特に俺は手こずることなくうまく答えれたんではないでしょうか。次回なんですけど、次回は次はカットオフのまとめ編になるのか。まあ、次回も頑張ってやっていきましょう。